皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネルともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。今日はですね、先日のあの酔っ払いが負けたっていう、このライトの修繕パート2をお送りしたいと思います。見て、待ってる、立つね。フィロスとちょっと直したから。どうやってさ、前にやったりするの？前にやったりは、ズームさなちゃんが前に来ればいいじゃないの。そういうこと、ね、じゃあなんか上に乗ったらいいっていう、一瞬で乗るんじゃない？嘘でしょ。え？あんたに曲がっちゃうんだよ。あ、なんかいい感じね。あ、どうしたどうした。もうちょっとね、何、軽すぎる。あこういうことだよね。あれ、あ、なんて来てる？どうなんか全然治ってない。うん、治っては来てる。じゃあこのね、ライトを捨てたくない理由がね、画家さんが絵を描いてくれたんです。え、なんだろう、もっと効率的なことがある。跳ねる。あ、でもだいぶ良くなってきたね。うん。いいね、いい。これがずれなければいいかな。どうですか？いいですか？まだね。もうちょっと乗ればいいの？乗って引っ張ればいいの？やっぱ一人じゃ無理ってことかな。うん。しかもさ、これなんかやっぱ作法じゃない？悪口言ってるの。違う。ピロシと話してたから。あー、怖い。ひとまずね。いいか。まあ味があって、その歴史。じゃあのあとはうちの従業員のサホに。うん、お任せ。あのパート3。そうそう。行きます。はい。めっちゃ遠くない？大丈夫？パート3。行きます。ということで、本日も皆様お疲れ様でございました。あのまた明日も大変だと思いますが、明日も頑張ってください。それではまた次回に。バイ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 。